皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回は僕がどんな練習をしているか、どんな練習の組み立て方をしているか、どんな考え方で練習をしているのかみたいな話をさせていただこうかなと思います。というのも、まあ僕はね、もう中学校1年生の時にギターを始めてから、もう同じことをずっと続けているからね、もう僕にとっては全然当然のことというか当たり前のことなんだけれども、もしかしたらまあね、皆さんの方で、あ、なるほどな、そういう考え方もあるのねみたいな感じで参考になるかもなと思って、まあ、ちょっとこの話をさせていただこうと思った次第でございます。全部で4つのセクションに分けていこうかと思います。4つのセクション、まず環境っていう話と、フォームっていう話と、練習の組み立て方っていう話と、メンタルっていう話の4本立てでございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず1つ目、環境。これはもうね、僕ね、動画の中でも教則本の中でもすんごい口酸っぱく言ってるんだけども、練習しようって思った瞬間から10秒以内に練習できる、練習し始められる環境っていうのね、絶対に作ってほしいんですよ。もう僕お店ではですね、このギターアンプとエフェクターとかつなぎっぱなしにしてもね、ギターのシールドとかも出しっぱなしにして、もう練習しようと思ったらね、電源入れればすぐに、もう10秒以内に練習し始める環境っていうのをね、常に用意しているんだけども、もうピアノとかアコギとかもそう、アコーディオンとかそのタンバリンとかもそう、あれ練習しようと思ったらね、すぐ練習できるっていう環境を、まあ、とにかく大事にしてるんですよ。まあ、ちょっとね、人によってね、その出しっぱなしにするのはちょっと抵抗があるなって方もいらっしゃるのはすごくわかるんだけども、僕はね、もうその辺はね、出しっぱなしにするものと、しまうものっていうのはね、もう別で考えております。こういうマイクとかはさ、これもまあ、毎日毎日使うから別に出しっぱなしでもいいんだけど、マイクに関しては正直毎日、ちゃんとしまってます。綺麗にしまってます。ケーブル巻いて。で、他にもそのなんかね、その経済関係、まあ、綺麗にちゃんとしまうものとかで、ちょっと小綺麗にしたいタイプだからさ、実は。ね、ちょっとなんかごちゃごちゃしてるけども。いけど意外とね、このちゃんとしまうんだけれども、でもこうギターとか楽器に関してはね、出しっぱなしってのはもう大事にしているんですよ。あえてそうしてるんです。なので皆さんもですね、ぜひそのね、リビングとか寝室とかもいろんなところにあると思うんですけれども、ギターをそのすぐに練習できる環境、そういったものをですね、用意していただけるとすごく嬉しいなと思います。で、エレキギターに関してはね、サウンドすごく大事です。サウンド。平たく言うと、練習してて上がる音で練習するってことです。まあ、たまに生音で練習するときもあるかもしれないんですけれども、まあ、アンプから音出して練習するときはやっぱりこうね、かっこいい音でさ、なんかね、あ、弾いてて楽しいなとかさ、あ、俺今かっけえとかさ、うわーすげえいい感じって感じで、こう、テンション上がった方が絶対楽しいじゃないですか。なんで、そのね、自分を楽しませる工夫をしながら、いい音で、そしてすぐ練習できる環境で、練習をするってことがすごく大事でございます。そんな感じで環境をぜひ整えてください。二つ目、フォーム。フォームに関してはこれね、10人十色でもいろんな方がいろんなフォームを提唱されてらっしゃるじゃないですか。まあ YouTube 見ればね、いろんなギター講師の方がね、正しいフォームとはこうですっていう話してますし、まあ教則本とかでもすごいいろんな講師の方がそういう正しいフォーム、いいフォームというのをね、たくさん作ってくださってるわけなんですよ。で、まあそれぞれのね、正解はね、たくさんあるんだけども、滝沢流として僕の考え方として、まず一番大事なこと、いいフォームの大前提のものとしては、体に負担をかけないフォーム。なんですよ。体に負担をかけないフォーム。まあ、言い換えれば楽に弾けるかどうかってことなんだけども。例えばその悪いフォームでさ、よくあるのがこう、初心者の方とか、やっぱ芝を覗きたいから、ね、かがんじゃったりとかさ、首をかしげちゃったりとかするパターンよくあるんだけども、これ何が悪いかっていうと、単純にかがむと背中痛いじゃないですか。で、首かしげればね、首痛むし、なんかこうね、肩が上がったりとかすれば肩疲れるし、肩凝るし、肘痛いし、みたいな感じで、力んでしまえばですね、指先も痛くなるかもわかんないし、腱鞘になっちゃうかもわかんないし、筋肉痛になるかもわかんないじゃないですか。そうじゃなくて、いかに体に負担をかけずに、いかに楽に、いかにこう、ギターを弾くかっていうことがすごく大事なんですよ。もちろんそのピッキングの仕方とか、フィンガリングの仕方とか、いろんな考え方あるし、それぞれのいいフォームっていうのはあるんだけども、大前提として、楽に弾くこと。1時間、2時間、もう場合によっても10時間とかぶっ続けて弾くこともあるわけですよ。その10時間ね、ギターを弾くためにはですね、もちろん当然のことなんか楽に弾くことがすごく大事なわけでございます。もうね、自分の体ともうよく対話をして、肩上がってないかなとか、なんか指先力入ってないかなとか、なんか覗き込んでないかなとか、足の角度おかしくないかなみたいな感じで、自分の体にすごいこの敏感に、背筋曲がってないかなとか、なんか体幹ずれてないかなとか、そんなことを考えながら、いいフォーム、楽なフォームをぜひ探してくださいませ。いろんな練習の環境があるかと思います。僕もお店で弾くときは基本的に椅子に座って、まあ、こうね、ボンと、ギターを弾くんだけれども、椅子に座ってるだけだとね、僕ちょっとね、こうね、ギターがね、低い気がしてね、こうなんかちょっとこう、背中というか腰にこの負担が、なんか来るような感じがすごくするんですよね。なんでお店で、まあ、ここでそのギターを練習するときは必ずこういう足台
これセリアで100円ショップで100円で売ってるアシュライなんですけども、さっきぶっ壊れたんですけども、ほんとさっきぶっ壊れました。ぶっ壊れたんですけれども、これを使って、右足をこの上にこうボンと乗せて、これでこの弾くことが多いです。こうするとね、すごいこのギターの位置がしっくりきて、すごいこの楽に弾くことができるんで、僕はこんな感じやってます。で、1時間、2時間、3時間弾いてると、これもちょっと疲れてくるので、今度はね、左足にこの足台を乗せて、こんな感じでギターをね、左足に乗せて、なんかすごい、楽そうじゃない？なんかすごいこう楽そうじゃない？すごい、なんか、超楽ちんじゃない？なんか、イエーイってこう。そんな感じしません？こんなノリで、弾いてみていただきたいんです。で、僕はお家で弾くときは、まあ、ソファに座ったりとか、あと、人をダメにするクッションってわかりますかね？なんかこのでっかいふわふわのクッションですけども、そういうのをこうね、ちょっとこの半分寝転がったりとかして、まあ足を組んだりとかね、前する時もあるんですけども、どんな形でこのギターを構えて指を動かしていけばね、体に負担ないかなってことをすっごい考えながら弾いていくんですよ。そんな感じでこの皆さんのね、これからギター練習する時にはフォームうんたらかんたらってあるけれども、まず大前提として体が楽にできてるかなと、負担をかけずにギターを構えられてるかな、こんなことをね、すごい考えながら、練習をしてみてほしいんで、そうするとね、結構いろいろね、劇的に改善することたくさんあると思うんで、ぜひチェックしていただけたら幸いでございます。三つ目、練習の組み立て方なんですけれども、まあ、これは曲とかフレーズによりきりだから何とも言えないんだけども、基本的には僕はまずアンプをします。楽譜見ながらとかだと集中できなかったりとかね、こう、なんだろう。まあ、平たく言うと上手くならない気がするんですよ。平たく言うとね。なんでまずね、このね、アンプ、まず覚えてしまうこと、これを大前提とすることがすごく多いです。で、そのアンプをしたならば、そうな。でもまあ、こういうとさな、僕アンプ苦手なんですよって方もすごくいらっしゃると思うんで、ちょっとまあ少しだけお話をすると、アンプ苦手な方っていうのはですね、まず一気に覚えようとしすぎてるっていうことと、あと、この単純に甘えてしまってることが多いと思います。まず一つずつ順番に行くとすると、例えば歴史のさ、授業でさ、年表を覚えるなんていう授業あったじゃないですか。あれをさ、ね、その、例えば0年から2020年までのね、出来事をいきなりこう全部バーンって覚えようとすると、まあ無理なわけですよ。まず0年から100年までの出来事を覚えて、その次100年から200年までを覚えて、で、その200年から300年まで覚えて、300年から400年まで覚えて、400年から500年まで覚えて、じゃあ500年まで覚えたら、じゃあ0から500までを一回復習しようっていう感じでこうセクション分けをするじゃないですか。それと全く一緒で、イントロ覚えよう、A メロ覚えよう、B メロ覚えよう、サビ覚えようみたいな感じで、こうちょっとちょっとで、そのイントロの中でもね、難しかったらね、まず1小節覚えよう、2小節覚えよう、3小節覚えよう。で、4小節目覚えたら1から4までを繰り返そうみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ覚えていくことがすごく大事なんですよ。いきなり全部バーンって覚えようとすると、もうそれはもう無理なので、自分の記憶力、頭の集中力が続く範囲で小分けにして覚えていこうってことがすごく、大事かなと思います。で、2つ目としてはね、甘えてしまうことが多いっていうパターンすごく多くて、例えばさ、楽譜見てさ、こうテロテロって練習するじゃないですか。で、ああ、なるほどね、こういうフレーズだねと思って、そのね、覚えようと思ったとします。で、覚えようと思った時に大事なことはね、答えを見ないことなんですよ。答えを見ないこと。この楽譜を見ながらね、ずっとこの繰り返してもね、絶対覚えられないから、あ、なるほどねって理解したらば、一回楽譜をパタンと閉じて、もう弾いてみる。で、その時に弾く時に、このね、思い出せない瞬間って来ると思うんです。ああ、こう言ってこう言って、あ、ここのところ、あれ、これなんだっけ。こっちかな違うな。こっちかな違うな。こっちかな違うな。あ、こっちかなこれじゃない。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 これだーっていう瞬間があるじゃないですか。そのね、これじゃないな。これじゃないなって、こうね、間違える回数が大事なんですよ。逆に言うと、そのね、間違えないと覚えられないんですわ。間違えて間違えて間違えて、正解にたどり着けて、やったーこういうことかーっていう、そのね、記憶のこの手順というかだったりとか、まあね、まあたまにはそのね、間違えて間違えて間違えて、結局もう間違えすぎてもね、もうわかんなくて答えを見て、そうだったーってなる時もたくさんあると思うんです。でも大事なことはね、悩むこと、考えること、間違えること、ここなわけでございます。それをね、このないがしろにして自分に甘えてしまって、あ、答えわかんないから答え見ようって思っててもね、なかなか覚えられないんです。もう英語の単語とかと全く一緒。そんな感じで、まずこのね、小分けにするっていうことと、自分にこの甘やかせないってこと、この2つをちょっと、ね、大事にアンプをしてみてください。で、その後のセクションが多分ね、練習のその醍醐味というか、そのメインパートだと思うんですけども、まあ曲によるけどもさ、例えばそうだな、僕がある曲を練習しました。で、1時間でこうアンプをしました、フレーズを覚えましたとしましょう。で、そこから
まあ曲によってはすぐできる時もあるけれども、本当もうね、言葉通りもう100時間とか200時間とか300時間とか練習しないとできないことってもうたくさんあるわけなんですよ。もうここが正直なところ、ギターの練習といえばもうメインパートなのかなと思います。習得度とかその難易度とかにもよるからなんとも言えないんだけども、基本的に僕はもう、なんだろう、メトロノームと繰り返し、ひたすら繰り返すっていう練習をしております。で、これもアンプと一緒で、できるだけ小分けに小分けに、例えば、僕は最近なぜかエレキギターをなんかこう練習最近していて、なんかこの高校生の頃とかに練習したような曲とかよく弾いたりとかするんですけども、なんか近頃なぜかミスタービッグの曲を練習したりとかするんですが、まあメトロノームを使ってね、こんな感じですよ。まず1拍目から200目まで練習します。3拍目か、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ここまで。ワン、ツー、スリー、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 ワン。で、この3拍目までできたら、じゃあ次4拍目まで。で、4拍目までできたら、さらにもう一個、もう一個下げる。こんな感じでこう順番にやっていって、でそれぞれね、その順番にできてきたら、そのどん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 その弾くところを増やしていって、うん、ああ今度はい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 、うん、こんな感じでこうね、できるところをね、ちょっとずつ増やしていて、ひたすら繰り返すという感じです。まあ僕は今これね、元のテンポの180やっているんですけれども、もし180が難しければ160とか170とかテンポを落とすこともたくさんありますし、もう自分のできる範囲でこのコツコツとできるところを増やしていくっていう感じです。できないところたくさんあります。で、そのできないところをね、ちょっとずつそのできるに持っていくわけなんですよ。で、そのね、いきなりこうね、180で全部のフレーズをバーンってやること、その完成させることってまあ無理だから、まあね、自分のこの体と会話しながら、指間に合ってるかなと、メトロノームと噛み合ってるかなと、うまくいけてるかなと、ちょっと自分無理しすぎてねえかなと、そういうことを考えながら、テンポを調整したりとか、フレーズのこの小分け具合を、調整したりとかして弾いていくわけです。結構まあいろんなそのレッスンでその生徒さんとこうね、いろいろとこう練習することあるんですけれども、うまくいかないっていう方の結構な方々が、そのね、無理しすぎなことがすごく多いような気がするんです。例えば今みたいな感じでこうね、フレーズがそのバーッと続くじゃないですか。何小節だろうかわかんないけど、この。で、弾くときもさ、その一拍目からその、ここがすでに弾けてないのになんか全部通そうとしちゃう人、結構多いんですよ。なんかちょっとこういう言い方すると、ギク、僕のことかもって思うかもしれないですけども、ちょっとずつ本当にもうね、自分のピッキング、フィンガリング噛み合ってるかなと、タイミング合ってるかなと、メトロノームと噛み合ってるかなと、ノイズ出てないかな、そしてちゃんと綺麗な音でクリアに弾けてるかなってことを確認しながら、でそれができるようにできたら、メトロノームと合わせて108のテンポで、肩上がったいかな、首の位置はおかしいかな、大丈夫かな、体幹しっかりしてるかなみたいな感じでこう、ね、自分の体とめちゃめちゃこう対話をしながら弾いていくっていう感じなわけでございます。こんな感じでね、その自分の習得具合とか、そのフレーズの難易度に合わせてテンポを調整したりとか、その小分け具合を変えたりとかするんですけども、まあ、こんな感じでもひたすら繰り返すっていう感じです。ひたすら繰り返しましょう。ひたすら。そんな感じです。そうするとね、まあ、だんだん指が動くようになってきて、フレーズの連動も上がってきて、できるところがたくさん増えて、やったフレーズが完成っていう感じになっていくっていう話でございます。頑張りましょう。で、最後、練習の組み立て方の次は、メンタルって話か。四つ目、メンタルって話。まあ、そうですね。練習億劫だなって思う方結構多いと思うんです。なんか練習してもなんかね、上手くなってるかどうかわかんないし、なんかこうちょっとつまんなくなってきちゃったなとかさ、なんか飽きてきちゃうなって方結構多いと思うんですよ。結構そういう生徒さんすごく多いですし。でね、そういう方々にね、ちょっとね、いろいろとね、おすすめしたい考え方としてですね、あのね、焦らないことと考えないことと、あと体に敏感になることの3つ
なんですけれども、まず焦らないっていうのはどういうことかっていうと、そのできなくても焦らないってことです。ひたすらこの、ね、メトロノームで合わせて弾いてます。で、この時にこうね、あできにちくしょうっつってこう、負けん気根性というか、その、ちくしょうって思うことはすごくいいんだけども、ここで、なんでいつもこんなやってるんでできないんだろうな、これ才能ないのかな、なんで俺これいつまでやってもできないんじゃないかな、これ演ダメなんじゃないかな、俺はもう一生このフレーズが弾けないのかもしれないとかってさ、練習しててもさ、つまんないじゃないですか。でもそういうんじゃなくてもね、まあ、できなくてはまあ、しょうがねえじゃんと。いいじゃん、もう。別にもうできないんだから、まあ、それはそれでよくねえと。まあね、こんだけひたすらね、もう指動かしてピッキングすれば、まあそのうちできるっしょ、大丈夫っしょ、別に今できなくてもいいんじゃないみたいな感じでこうね、前向きに諦めるというか、そんな感じでこうね、焦らないことね、これすっごく大事、焦らないこと。変にこの焦りすぎてもね、このフラストレーションとかイライラが溜まるだけだから、できなくてもいいじゃんっていう、そんな気持ち。できなくてもいいじゃん。いや、これからできるようになるだから、みたいな感じ。そんな感じのマインドでちょっとやってみてください。で、その次、二つ目、考えないってこと。もう特にこういう早弾きの練習とかは特にそうなんだけども、あのね、もう指の動き一個一個考えてたらね、間に合わないんですよ。この人差し指、あ、こっち行って、こっち行って、こっち、早く行って、こうやってやっても全然間に合わないから、あのね、こんな感じでも適当な感じで、こうかな、これかな、こんな感じかな、あ、こんな感じかな、こんな感じかな、こんな感じで、こんな感じでいて、あ、チャーハン作りたいな。そういえばこの間肉だね、あれこの間肉だね冷凍したやつってまだ冷凍とか冷凍庫の入ってたっけな、おかしいな。あ、でもネギがないかもしれない。あ、でも買い物行くのめんどくさいな。そういえばこの間リッキーさんがウーバーイーツ使ったら4つ中3つが全然注文違ったとかその話したな。ウーバーイーツ使って今日はなんかご飯食べようかな、作るのめんどくさいしな、ウーバーイーツ使ってみようかなみたいな感じでこうね、ひたすらあの邪念を取っ払ってこうひたすらこうね無で、引き続けると、なんかこうねフレーズのことに集中したりとか意識したりとかするのはすごくいいんだけれども、なんかねボケっとしながら弾くことすごく大事。なんかテレビ見ながらとかアニメ見ながらとかでもいいですし、僕も結構ねあの YouTube で動画見ながら、なんかさっきも僕あの X ジャパンとこのねルナシーがなんかこうルナシーメジャーデビューする手前のこのインタビュー動画とか見ながらずっと練習したんですけども結構そんな感じですよ。で、一時期なんか、龍が如くにハマってる時は、龍が如くで、こう、ひたすら、こうね、キリュウさん、ちょっとチートすぎやろ、強すぎやろとか思いながら、ずっとこう練習したりとかしますし、そんな感じで、こう、ながら練習したりとかするとね、そのストレスなんか楽しく練習できたりとかするので、そういうのも全然おすすめ。けど、めちゃめちゃ集中して練習する時もありますよ。そのメトロノームで合わせて、合ってる、みたいな感じで。めちゃめちゃ集中する時もあるんだけども、結構ながら練習でこう適当に弾く時もあります。そんな感じでこうね、考えすぎないということも、ぜひ覚えてくださいませ。で、三つ目の敏感にっていうのはね、ちょっとその考えすぎないに反するような感じではあるんだけども、自分の体にね、すごい敏感になることもすごく大事です。よくあるレッスンの話で、生徒さんがこう、ギターソロ練習しました。で、先週からこう、たくさんギター練習して、その上手くなってるんだけど、その生徒さんは確実に上手くなってるんだけども、その生徒さんは、なんか、いや、もっとなんかこう、上手くなりたいんですけどね、全然ダメですよ、全然上手くならないですよ、って、全然この間変わんないですよ、っていう方の、結構多いんですよ。そんな方結構多いんです。実際上手くなってるのにもう関わらず、なんか上手くなってないと思うんですよね、みたいな感じの方結構多いと思うんです。で、そういう方々はね、あのね、ちょっと、難しいところではあるんだけどね、自分の体に鈍感なところすごくあると思います。自分の指の動き方とか、そのピッキングの仕方とか、その感覚とか、そのメトロノームのその噛み合いぶりとかリズム感とか、そういったものをね、すごいね、めちゃめちゃこの集中して、自分の体としっかりこう対話をしながら弾いていくと、変化はね、必ずあるはずなんですよ。ちょっと指が動くようになってきたなとか、右手のフィンガリングと、左手のフィンガリングとピッキングが噛み合うようになってきたなとか、なんかリズムとこうね、パッチッと、かっちり噛み合うようになってきたなとか、あ、なんかちょっとこの感覚がつかめてきたぞみたいな感じで、こうね、ちょっとずつね、変化ってね、現れてるはずなんだけども、それにこうね、敏感に捉えていかないと、変化に気づけなくて、あー、うまくなってないな、全然変わんないな、俺はこのフレーズを一生弾けられるかもしれないみたいな感じになっちゃうわけなんですよ。なんでね、その考えすぎないにちょっと反するようなんだけども、自分の体に敏感に、自分の体にね、しっかりこう対話しながら、しかし観察をしながら弾くっていうことも大事です。そうするとね、よくあるようなうまくならないんですよねっていう悩みはね、ほぼほぼ解決するかと思います。俺のことかもって思った方はぜひ自分の体としっかり会話しながら敏感にやってみてください。で、ですね、そのメンタル的な話の最後なんですけれども、ちょっとこれは僕の特殊なところではあると思うんですが、なんだっけかな、なんか前ね、なんかさっきからごめんなさいね、なんかガンガンぶつけてなんかの動画でも喋ったんだよな、僕が
なんか二十何年間かギターを弾き続けられた理由みたいな、なんかそんな感じの動画でベラベラと喋った気がするんだけども、あのね、練習に飽きちゃうっていう人結構多いと思うんですよ。皆さんどうですか？練習しててもなんか途中で飽きちゃったりとか嫌になっちゃったりとかしてね、ああもう違うことしようみたいな感じで練習を投げ出してしまうっていう方結構多いと思うんですけれども、正直実はですね、僕ね、ギターを練習してて飽きたことってあんまないんですよ。飽きたことなんだろう、そのあもうギターの練習今日はもういいやみたいな感じで、あもうつまんない嫌になっちゃったやめようみたいな感じだったことって実はあんまないんですよ。単純にもうね、違う書き練習しようとかね、ご飯食べなきゃとか家に帰らなきゃとか、そうそう寝なきゃとか、まあそういったこうね、別の要因でそのギターの練習をその中断したりとかすることはたくさんもちろんあるんだけれども、ギターがつまんなくなったとか飽きたとか嫌になったとかでそのギターの練習をやめたこと実はないんです。これなんでかっていうと、なんて言うんだろうな、なんかこの人に見せることを前提で練習してるんですよね。まあ平たく言うとさ、こういう動画とかさ、生放送とかでさ、このバーって弾いたりとかするとさ、結構皆さんやっぱ喜んでくれるじゃないですか。うわ、竹さんすげえとか、上手とか、なんか練習してて、この間より上手かったみたいな感じで、こういろいろとこう、ね、褒めてくださる時もあるし、結構皆さんがその驚いたりとか、喜んでくれたりとかするじゃないですか。なんかそんなことをね、想像しながらいつも練習してるんです。このフレーズ弾けたら、なんかね、誰々さん喜ぶかもしんないなとか、このフレーズ弾けたらね、なんか生放送でこう、ちょっと受けるかもしんないなとかさ、なんかこの曲習得すれば、なんかこうね、知ってる曲だから皆さん喜ぶかもしれないなみたいな感じで、そんな感じでこうね、なんか誰かに聞かせること前提ですごいこう弾いてることばっかりなんですよ。だからこうね、動画にすることとか生放送で演奏することとか、なんかそのどこかでその発表したりとか、どこかで見せたりすることをイメージしながら弾いてるから、なんかそんなにこう嫌じゃないというか、なんていうか、あの人を喜ばせるためにもうちょっと行こう、もうちょっと行こう、もうちょっと攻めようみたいな感じ昨日もちょっと僕あのベースをちょっと買いまして、ピンハゲさんという方のね、そのベースの挑戦状かな。だからそんな感じでこうスラップフレーズとかでバーッと練習してるんだけども、あれとかできたらね、そのピンハゲさんとかもそういうね、うわーすげーみたいな感じで喜んでくれると思うし、あとね、その僕の視聴者の方々とかもね、うわすげーベースそんだけめちゃめちゃ練習したんですね、わらわらみたいな感じですごい喜んでくれると思うんです。で、そんなに喜んでくれたらすげー嬉しいなと思って、わらわらわらみたいな感じでずっと練習をしているわけなんだけれども、そんな感じでこうね、自分のために練習したいとかね、すごく大きいような気がするんです。けどいきなりね、その皆さんにそうね、じゃあ YouTube やれとかさ、Twitter やれとか言っても難しいと思うので、もっと身近な範囲、例えばその家族とか恋人とか、そのお子様とか、親御さんとか、まあ、いろんな方いらっしゃるじゃないですか。なんかあの人にこうね、弾いてあげたらなんか喜ぶんじゃねえかなみたいな感じで、このアウトプットする場所とかをイメージしながら、練習するとか、なんかそんなことをね、ちょっとやってみてほしいんですよ。そうするとそのね、練習に対するストレスとか、なんか嫌な気持ちとかね、結構すっ飛ぶと思うので、そんなことをイメージしながらちょっと練習していただけたら幸いでございます。そんな感じでございます。最後にちょっとお知らせ。環境のところでちょっとお話をしようと思ったんだけどね、ピック超大事です。ピック超大事。アンプとか音とかも超大事だけども、ピック超大事でございます。私、自分のオリジナルのこの歌いストピックというものを使っております。エレキギター弾くときもアコースティックギター弾くときもこれを弾いております。このピックを使うと上手になりますっていうと景品表示法違反に引っかかって大変なことになるので、今のは冗談です。今のは絶対冗談です。今の切り抜いて動画とかにしてみてくださいませ。本当ナチュラルにシャレなんで今の嘘でございます。かっこ嘘です。わらわらですございます。このピックを使うとギターが上手になるかもしれない気持ちになれるかもしれない的な感じのサムシングなんですけれども、このピックを使うと僕と同じ環境で練習することができる。わー、つまり、上手になれる。そんな感じのピックでございます概要欄の方にですね、ちょっとこのピックの、そのサイト載せておきますので、よかったら、一つ試してみてくださいませ。結構ね、いろんなあの材質、試してきた中でこの材質が一番好きで、で、こうね、ハードっていう言い方をするんだけどね、1ミリぐらいのこの厚みがね、やっぱ大事だと思うんですよ。エレキギターに関してもアコースティックギターに関してもね、僕はね、もうこれが最高に使いやすくて、もう今ね、もうこれはめちゃめちゃ愛用しております。このね、形状とかこの先のとんがり具合とかね、この辺もね、超最高。3箇所あるからね、3回使えます。おにぎり型でございますので3箇所使えます。とってもお得。1枚で3回分使える滝沢ピック、皆様のお手元にどうですかっていうお知らせでございます。まあまあちょっと冗談をさっておき、まあ本当にね、普通におすすめのピックにちょっと使ってほしいなっていう話でございました。そんな感じでございます。じゃあ今日もですね、だいぶ動画が長くなってまいりましたので、そろそろ終わりにさせていただきましょう。もしよかったらピックの方もぜひご検討いただけたら幸いでございます。皆さんの練習環境とか感想とか思ったこととか気になることとかもしありましたら、ぜひバシバシとコメントの方残していただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。それでは今日もそんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ、じゃあね、バイ。